極府市は中華人民共和国山東省最年市に位置する研究市。省都西岸からは約 130km に位置する。市川が東から西へ流れている。州春秋時代の露国の古地であるほか、孔子の記事として世界に知られている。極府は中国政府の国家歴史文化名城の称号が真っ先に与えられたほか、 1994年にユネスコの世界遺産にも登録された極富の地図。現在の城郭都市と寛大などの城郭の跡伝説では三皇皇帝のうちの炎帝皇帝とその子少なぞらが極富の地を都に定めたという陰の時代は伊織国に属していた。州の武王が州王朝を開いた時、その弟で建国の行進だった。 周公丹がこの地に分放され、露行を称した。ただし、露の国は、息子の白金に任せ、周公本人は露に留まらず、朝廷にいて、武王なき後の不安定な政治を補佐したという。この時以来、この地は873年の長きにわたり、露国の都城であり、周の諸公の国土の中で最も長く、都であり続けた町だという。当時の局府は、 城壁の長さが約1 2トルで、市面に各3つずつ城門があった。城の西南は宮殿や祠廟など、王の建築群がある内城であり、城の西は塔を作る地区、城の北は夜勤工業の地区、城の東は軍営、残りは市民の住居や市場などになっていた。城は、主来の規範を遵守して、左側右者、 面長孔子の通り整えられ、礼儀の国の顕著な模範となっていた。甲府の内部局府の聖南門春秋時代の炉に、後年、文記をし、体至る聖戦士と称えられる思想家、教育家である孔子が現れた。彼の思想は後に、儒教と呼ばれ、中国や東アジアに数千年にわたり重大な影響を及ぼすこととなる。孔子の死後わずか一年で、 呂皇は孔子に対する祭典を行った。全館に入ると、皇祖、竜皇は、さらに大々的に孔子を祀る儀式を取り行わせた。孔子の子孫たちは、極府に代々居住し、歴代朝廷から封書を受け、広志聖皇という称号を世襲し、次第に中国でも第一の名家となった。その一族は21世紀の今日に至るまで続いているほか、 極府周辺には10万人を超える穴生の人々が住んでいる。極府にある穴家の病や府は穴病、甲府と呼ばれ、歴代皇帝の保護のもと絶えず拡大し、今日見るような壮大な建築群となった。また、極府の町の北方の約10万の墓があるという林、光林は穴家の墓地で一家族の墓地としては世界最大規模のものである。極府の甲府、 穴病、降林は世界遺産にも登録されている。ただし長年補修や管理が十分でなかった時期があり、文化大革命で一部損壊したものの修理も十分とは言えず、完全な状態ではない。その他、城の内外に、孔子の弟子、眼界を祀る顔病や性格を遺跡、修行病、春秋書院、感動応募、小空漁、石文寺,寺、総計霊宮古史など、 無数の遺跡や文物が散在する。戦国時代末期、牢国は祖国によって滅ぼされ、諏訪江はこの地に牢剣を置いた。前漢は皇族をこの地に封じて牢をとしここ牢国とした。三国時代にはまた牢剣が置かれ、牢軍を統治する中心地となった。隋になって城の東に置かわり、一極して長さは78里という由来からなお、 極府県と変え、遠州に属している。民進や近代まで、大豆穴江の本拠として栄えてきたが、新中国建国で穴江の直系子孫は、台湾に逃れた。1982年に、国家歴史文化名城に指定され、1986年には、極府県は廃止され、極府市となり、地球市、最年市の管轄下に置かれた。公林の孔子望局府は、 ナ南丘陵と炉西平原の交わる境であり、石炭貯蔵量が多い。市の都市平均気温は13度、降水量は666ミリ、mm、メートルである。農業は小麦、もろこし、とうもろこし、綿花が中心で、工業は石炭採掘と酒造業など、観光以外にあまり大きな産業はない。下部に四街道、八地を管轄する。 中国を南北に横断する京古線と石線が子を西北から東南へ貫いている。また2011年に開業した京古高速鉄道にも極府東駅が設置された。ありがとうございます。